はあ？お、さあ、ということで、ここもう暑くない。全然暑くないね。大体過去作だと赤い服だったりするよね。王国オルディン火山の火口付近、山の頂に当たるところ。上から降ってきそうなのがいっぱい見えてるけど。火山の山頂だ。この付近も異常な高温、耐熱イヤリングの効力により探索 OK？ 最後の聖なる炎が存在する確率 90%。 火山山頂、大地の神殿。そして今回最後に行く場所がどこでしょうかねと。上からグルムを爆発する。やめてください。これが天に帰れないってことね。ここかな。まあアイテム的なものも欲しいので全部回るわけだが、耐熱ヤリングの効果、鉄が燃える。うんさ、おいバカじゃねえんだからさ。こっちから行っても同じかな。戻れるし。くっついて出なくなった。使っていくかってとこだな。虫取り網三連取り、微妙にミスった。俺はしんちゃんよりうまく虫を集めることができるんだぜ。ワイルドだ。あれ届かないだろう。届かない。届かないだろう。あれれ。飛び込む勇気ないな。あばよとっさん。あれれ。まあ単純にこっちじゃないんだろうね。まあ、まだまだ行けるところはあるからね。お、ゴロン族。おお、またあったゴロな。
うん、女神キューブを見かけるという噂じゃありそうな気がするごろう。炎なんとかならないけど。報告、ダウジング登録可能です。我の渇きを潤せ、さすれば道は開かれん。水持ってくるんだっけ。やべえ、空いてるとこねえ。一応まあ、ファイト一発。水だ。ガンバオール使っても結構減るね。いやうまい。炎が消えた頃進める頃。またお前か。ぼやにゃー。本当に鉱石か。ハートのかけらが隠されてるよ。モグマ族のように潜れないとダメ。いらかないね。まだあるごろ、めんどくさいごろね。もう一回水取ってきて。ふん転がし。水取ってくる。水。これさ、あの水バシャってかける量半分でいいんじゃねえ。若い時の苦労は勝手でもしろ。その苦労じゃねえ。じぐりゃ。さすがゴロ、進むゴロ。あんちゃんみたいにさ、あんたがここで足場になってくれたらそんなめんどくさいことせんでよかったんやで。まだあんじゃねえかいよ。水取ってきとくか。モグマグローブがレベルアップするんだっけ？潜れる、中に入れるようになるんだっけ？もう3分経つのか。
早いな。焦らせるからその音やめて。お前も見た頃いかにも怪しい感じでっかい頃ね、水をかけるにふさわしい大きな入れ物とか、あああれか、覚えてるわ。これで帰れる。あれ借りるんじゃなかったっけ。眠そう。一応ヒント聞いとく、知ってるけど。水の反応がありません。大きな入れ物が必要ですが、まずは水を探しましょう。ピタゴラスイッチと。これも届かんか。よっ。ふう。いけい。帰り道あんのかな。ねえ。ここから先は一方通行だぜ。ワイルドだろ。盾がない。盾がない。カウンターさせてそこを外す。何？どこまで飛ぶねん。あ、キューブあんじゃん。こんなところにホリホリタイム。やめてやめて。落ちるの分かってた。取りに行きたくない。あれと思ったらこれ回って一周回ってるだけ。まず水を探しましょうとね。たくさんの水。なんでこんなとこに壺が置かれとんやろうか。私にはこれがわからない。頑張ったら超えれるよな。こんなのあった。ハートのかけらが隠されてるぞ。モグマ族のように潜れないとダメだぞ。なるほど、わからん。また来た。いたいた。おい、こんなとこまで来たのか。よー、お探し探し。よー、見当たらないよ。教えない。
やじきりすんなよ、教えてくれよ。炎が邪魔で入れない、水ぶっかけりゃいいじゃねえか。なるほどね、ここの水ちょっと足りねえか。フロリア湖ってところと水源が同じらしいぜ。ヒラネの森のお魚さんでサメメメタタタタタタ適当すぎる。とりあえずフローレの森に行ったらいいんじゃねえのかよと。水流を訪ねることを提案します。水が目であれば大量の水が運べるんじゃないかなと。これとね、混ざってたのか。水流ってね、なんか ここの水じゃなかったっけって思ってたんだけど、ね、ダンジョンの奥だったからね、ここと記憶が混ざってたんだね。トントここではない。と。反り立つ壁になってた。から行く方が早いか微妙なとこだな。たぶんね、また騙されるとこだった絶対ここそこ飛び降りたくなるもんね。このクソ罠どうにかしてくれよ。こっちの方が遠かったかな。まあ、際どいところ。レッツ大空。合わなくていいか歩ける寝袋2回戦の時に合うし。